皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日はこちらベベン、ゼンハイザーの IE100 プロ Bluetooth バンドルなんていう Bluetooth 接続もできるイヤーモニターを皆様にご紹介させていただこうかと思います。画面上ズバババンとお手元の方もお見せしながらのほほんとお話しさせていただきますので、のほほんと楽しんでいただけましたら、幸いです。ゼンハイザー IE100 プロ Bluetooth バンドルイヤーモニターなんですけれども、まあそもそも普通のイヤホンと何が違うのよと申しますと、なんかこういうの見たことありません？プロのミュージシャンとかライブでさ、なんかこういうイヤホンをしてさ、なんか踊ったり歌ったり演奏したりとかしてるの。こんな感じでイヤーモニターっていうのは、ライブとかステージとかで音を正確にモニター、聞き取りをするために使ったりとか、もしくはこういう DAW とかで音源制作をするときにモニタリングするのに使ったりとか、もしくはニコ動とか YouTube とかで歌ってみた動画みたいな感じでさ、楽曲を作ったりするときに使ったりとかするのが、まあ、したら目的ではあるんですが、あのね、平たく言ってね、めちゃくちゃ音いいです。めちゃめちゃ音いい。めちゃめちゃ音いいんで、普段の音楽鑑賞とかも全然いいと思うし、普段ゲームとかさ、結構する人多いと思うんですよ。PS4 とかうんたらかんたらみたいな感じでゲームする人。そういった方にもね、全然おすすめなぐらい。もう FPS とかのゲームやったらもうめちゃめちゃこうね、解像度良くてね、すげえやりやすくなるんじゃねえかなっていうぐらいに、普段使いにも全然使えそうなイヤーモニターでございます。で、ちょっからね、箱。少し大きいなと思うじゃないですか。僕も最初でけえなと思ったんですけども、これなんででかいかと申しますと、2つ入ってるんですよ、こんな感じで。ダダーン。で、なぜ2つ入ってるのかと申しますと、こっちが IE100 Pro、本体です。有線接続ができるんで、もうこのままね、タブレットとか、まあ、オーディオインターフェースとか、MacBook とかにつないで、モニタリングしたりとか、楽曲制作をしたり、ゲームをしたりすることができるよという感じ。で、もう一個の方、こっちが IE Pro Bluetooth コネクタ。まあ、Bluetooth モジュールとある通り、その先っぽがないんですよ。Bluetooth 接続をするための、モジュールという感じです。この IE100 Pro はもちろん IE400 Pro とか IE500 Pro とか、他のイヤホンでも付け替えることができるよっていう、そんな感じのモジュールになっております。なんでまあ出先でね、MacBook Pro とか使ってちょっとこの音源の修正をしたりとか、まあもしくはタブレットとかで音源の確認をしたりとか、まあもしくは Bluetooth 接続でゲームをしたりとかするときに、これが大活躍という感じの、こういうコネクターキット、Bluetooth キットという感じです。ちょっとこの本体からまず見ててみましょうか。IE Pro。イヤーモニター本体ですね。これがなかなかね、洒落た感じなんですよ。なかなかね、洒落た感じです。ババンババンバン、開けてみましょう。わっしょい。これが IE100 Pro の中身だぜ。イエーイ。これが、イヤモニ本体でございます。赤いです。赤いです。で、ちょっくら、わかるかな？これ画面越しに。この半透明でちょっとこのスケルトンになってるんですけども、わかりますでしょうか。ちょっとこのプラスチックな感じではあるんですけれども、このカラーリングとね、このスケルトンな感じがなかなかかっこよくおしゃれな感じになってるんじゃないかなと思うんですけども、こんな感じのカラーリングでございます。で、この根元の方にこの赤いリングがある方が右、ない方が左という感じです。で、ちょっと慣れないとね、この耳かけのイヤホン、なんかイヤーとイヤモニターか、イヤモニなかなかね、つけづらいと思うんだけども、1日使えば慣れると思います。このケーブルを後ろから回して、この本体を耳の中に突っ込み、で、この余ってるケーブルを耳の上から、この通して垂らすみたいな。これで完了です。こっちの右側の方も、後ろからケーブルを回し、本体を突っ込み、耳の上からこう垂らすような感じにして、装着完了。これで、IE100 Pro、装着完了って感じです。先っぽの方はおなじみの、こういうミニピンですね。これがありますので、まあ何かしらこうペッと刺すと、すぐにこうね、音源制作とかモニタリングをすることができるよみたいな、そんな感じです。で、この IE100 Pro、まあいろんな特徴があるんですけれども、僕の中でとりあえず5つ、お話をさせていただこうかと思います。1つ目すごい身も蓋もない話なんですけども、めちゃくちゃ音がいい。めちゃくちゃ音がいい。これ何なんだろうね。ちょっと僕あんまりこうね、イヤモニに関してこの詳しくないからね、これが、こういうのが、な機能があるから、こういう素材を使ってるから、こういう音がするんだぜとか全然言えないんだけども、なんかね、すっごいいろんな音がする。すっごいいろんな音がする。
さっきも言った通りその、ね、音楽鑑賞とかもいいと思うんですけども、なんかゲームでさ、この FPS ゲームとかでさ、この、ね、後ろから音が聞こえたりとか前から音が聞こえたりみたいな感じでさ、結構そういうのがヒントになったりするゲームあるじゃん。そういったゲームでもね、すごい重宝するんじゃないのかなと思うんですよ。めちゃくちゃこの細かい音とかその、ね、もちろんその低音とか高音とかそういったものも素直に再生してくれますし、なんか音のね、この解像度以外の言葉が思い浮かばないな。なんかね、ちゃんとね、綺麗に再生してくれる感じ。これはもうこのモニターの音をそのまま届けられないから、ちょっともうそこがもどかしいんだけども、ほんととりあえず僕最初ね、もうつけてバット音を聞いてみてね、びっくりたまげた。めっちゃ音ええわと思って。その辺の話ちょっとまた後で、お話をさせていただきます。一つ目、めっちゃ音いい。これマジ、身も蓋もねえだって感じなんですけども。で、二つ目、遮音性がね、すっごい高いです。今こうバーッと僕喋ってて骨伝導で耳に、音が入ってますけども、周りの環境音とかね、もう今全然聞こえない。もうこのままね、音楽をペット流して聞いたりとかすると、もう周りの音何もわかんないぐらいに、もうすっごい遮音性が高いです。で、遮音性が高いのはどういうことかっていうと、この音にめちゃくちゃ集中できるんですよ。例えばその歌ったりとかするときもそうですし、ドラムとか叩いてるときにさ、こうドラムってすっげーでかい音がするから、このでかい音に惑わされて、この周りの音を聞こえなかったりとかするんです。けど、YouTube とかニコードとかさ、そういった動画でその叩いてみた動画を作るときに、これを使うともう相当にこっちの音源に集中することができるから、すっごいドラムが叩きやすく、なるかと思います。で、このね、フィッティングとかもね、すげーいいんですよ。まあ音源に集中ができるという特徴があって、三つ目。フィッティング、装着感がすごいいいです。実はもうこのね、イヤモニを使って僕、もうすでに何曲かミックスしてるんですけども、結構長時間、5時間、6時間ぐらいつけっぱなしで作業とかしててもね、全然苦じゃない。意外とこういうさ、ヘッドホンとか、4時間とか5時間とかつけてると結構ね、耳がね、痛かったりとか、蒸れたりとかして、ね、結構不快だったりとかするんですよ。長時間の使用が結構しんどかったりとかするの。けどこれはね、もう、フィッティングもすごくいいし、装着感もすごく自然で、長時間の使用とかも、ね、全然 OK。もし皆さんが長距離、なんか新幹線とかさ、電車とかで移動するとかあったならば、もうこれね、Bluetooth 接続してね、音源聞きながらね、移動したりとかしてね、すげえ重宝すると思います。で、4つ目。ちょっとこれはね、マニアックな話。ミックスをしてる時とかにすごいこの役立つんですけども、どの周波数を再生してもね、きっちり再生してくれるからね、音作りがね、めちゃくちゃしやすい。ちょっとこれマニアックな話で一番最後に、少しかいつまんでお話をさせていただきます。で、5つ目、まあ単純に音がいいし、周波数とかも、ね、素直に再生してくれるので、初めてのイヤモニに、すごくおすすめ。今この動画をご覧の皆様の中にも、イヤモニまだ買ったことがないよとか、使ったことがないよっていう方いらっしゃると思うんですけども、少なからず音源作ったりとか、卓録したりとか、まあ、もしくはその音楽鑑賞とかをね、結構好んでするよっていう方いらっしゃったならば、IE100 Pro マジでね、すごいいいっすよ。ね、音がマジでいいんで、初心者の方にも全然おすすめという感じです。で、最後に少しおまけで、滝沢流ミックス上達術ってわけじゃないですけども、まあ、僕なりにね、その音源を作るときに、そのミックスが上達、上手くなるためにどうしたらいいかみたいな、その話もですね、ちょっとこの IE100 Pro に、ちなんでお話をさせていただきますので、よかったら楽しみにしてみてくださいませ。まあ、そんな感じでございます。この音を届けられるのが本当に残念なんですけども、まあ、とにかく1にも2にもとにかく、音がいいと。で、もう1個のパッケージはこちらですね。IE Pro。Bluetooth コネクタ、Bluetooth モジュールでございます。こっちもなかなかに高級感がありるのでいい感じなんですよ。せい。開けていってみましょう。行くぜ。開封の儀。ババンババン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 。チャチャーン。なんかすごい高級感あふれる感じですよね。取り出してみましょう。まあ。当然ですけど、すごいコンパクトです。まあ、これがね、めちゃくちゃでかかったら逆にね、不便じゃねえかって感じになっちゃうからね、ちっちゃくていいんですけども、すごいコンパクトでございます。で、まあ、説明書とかついてるって感じですね。あとちょっと説明し忘れたけども、こっちの方には、予備の、このイヤーチップがついております。この今もともとハマってるのこの M サイズなんだけども、 M サイズが合わなければ S サイズのイヤーチップと、イヤーチップなんて言うんだろう、先っぽがあります。 S サイズと L サイズもありますので、合わなかったらこれに付け替えることが可能です。
で、こっちの Bluetooth モジュールに関しては説明書とあと USB ケーブルがこれだ、この充電をするための USB-C の、ケーブルも入ってるよという感じでございます。で、当然のことながら、このままだと先端がないんで、音が聞けません。なんでこの IE100 の先端をこう付け替えなきゃいけないわけなんですけども、どうするのよと申しますと、すっごいシンプルです。ちょっとこの右と左が分からなくならないように気をつけながら、引っこ抜きます。せいこんな、でこれをつけます。せいこんなシンプルな話です。でこれでも、使用することができると。一応本体の方をバーッと見てみるとこんな感じですね。マイナスボタン、電源ボタン、プラスボタンで、この LED のインジケーターがあって、でこうマイクがついてるんで、その通話することができるんですよ。まあ、普段の電話とか LINE とか Zoom とか、まあ、皆さんね、何かしらで通話することあると思うんですけども、その時のこの応答のボタンとかだと、思います。ちょっと電源入れてみましょう。電源ボタンを長押しするとランプがペコペコペコっと光ります。あれ、こんな感じですね。今青く光りました。これで今電源オンの状態で、もう一回長押しをすると赤くペコペコペコと光りまして、これで電源オフの状態です。で、ちょっと iPad と Bluetooth 接続をしてみたいんですけども、電源を入れる前にこの電源ボタンをずっと長押しをします。そうするとここは赤と青にこの交互にテカテカテカってなるんですよ。そうするとこの iPad 側にここですね、IE Pro Bluetooth モジュールが出てくるんで、これをタップします。そうすると、接続が完了、接続済みになりました。これで iPad の方で、まあ、YouTube 開いたりとかね、音源開いたりとかゲームを開いたりとかして、まあ、いろいろこう鳴らすことができるよみたいな、そんな感じでございます。で、付け方はさっきと全く一緒で、こっちの赤い方を、後ろ耳にベッド持ってきて、こんな感じでフィッティングすると、こんな感じでございます。いやー、すごい手軽でございますよね。この高音質をね、モバイル環境でも実現することができると。まあ、こういうね、タブレットとかスマートフォンとかでさ、この外で音源確認したりとかする人少なからずいらっしゃると思うんですよ。で、同じように MacBook Pro とかさ、こういう Windows パソコンとか使って、まあ、Bluetooth 接続をして、ちょっとこの音源修正したりとかするのに便利な、時もあると思いますし、この Bluetooth があることですごいこの幅が広がるみたいな感じがあると思うので、この辺もいろいろとこの活用の違いが、あるような感じでございます。とりあえずまあざっくり今回のこの IE100 Pro Bluetooth バンドルのご紹介としてはまあ以上な感じでございましょうか。こんな感じで本体と Bluetooth モジュールがあって、それを付け替えることで使えるよみたいな、そんな感じの話でございました。ありがとうございます。最後にちょっとねマニアックな話なんで、あのその周波数うんたらかんたらっていう、その話だけ軽くさせていただきましょう。ちょっとごめんなさい、興味がなかったら大変に申し訳ないんだけれども、これさっき言った通り、その、ね、ミックスとかするときに、ね、すごい重宝するんですよ。例えば、今たまたま僕ね、今ソロアルバムの制作真っ最中なんですけど、自分でドラム叩いて、自分でギター弾いて、自分でベース弾いて、自分で歌って、自分でミックスして、自分でレコーディングにしみたいな感じでやってるんですけども、例えばこの曲があります。で、バスドラの音を作りましょうとなったときに、まあ、こういうバスドラの音を聞いて、このどこどこの高音成分をこうしようとか低音成分をこうしようみたいな感じでこの音を作っていくわけなんです。例えばちょっといじってみると、高いところ、高いところをちょっと持ち上げようとか、下げようとか、真ん中ら辺を持ち上げようとか下げようとか、下ら辺を上げようとか、こんな感じで、で他にもスネアとかもちょっとこの真ん中ら辺を持ち上げようかなとか、で消してみて音の違いを確認してみたいな感じ で、まあちょっと今こうね、このスピーカーから鳴らしてこうね、カメラの音声で拾っていると違いが全く分かんないと思うんですけども、この違いとかをこのイヤモニはね、めちゃくちゃ忠実に再現してくれるんですよ。で、他の音、例えばベースとかギターとかさ、こんな感
じでこうね、音がバーって混ざると、このスネアのちょっとした差ってのもね、やっぱ埋もれてしまいがちなんですよ。で、この差を作ったとしても、安いイヤモニとかあまり良くないイヤモニとかとあまり違いが合わなかったりするんだけども、このイヤモニの場合はこのちっちゃい差、そのある時とない時、ある時ない時、こんな感じで、このちょっとした差みたいなのをしっかり再生してくれるからね、音作りがすっごいしやすい。これはね、使ってみるとね、すごい僕の言ってる意味が、わかるかと思います。まあ本当にね、今までそのね、音源制作とかね、ミックスとかしてきたけども、イヤーモニター使ったことがないよという方いらっしゃいましたらね、本当悪いこと言わないからね、一回試してみるといいと思います。一回使ってみると、あーなるほど、そういうことか、早く使っとけばよかったなっていう感じ、反省すると思うんで、まあ、僕はそうだったんですけども、そんな感じでもめちゃくちゃおすすめなので、ぜひ検討してみてくださいませ。そんな感じで、ちょっと長い動画になりましたけども、以上で、ゼンハイザー IE100 Pro Bluetooth バンドのご紹介を終わりにさせていただこうかと思います。もしご質問とかね、なんか気になることとかありましたら、ぜひバシバシ下のコメントの方を残してみてくださいませ。で、もし今まで使ったことがない人が実際買ってみて、わあ、よかったとかね、感動したとか、買ってよかったとか、そういう風な気持ちになれましたら、ぜひコメントの方にですね、その感想を書いていただけますと、僕もね、動画作ってよかったって嬉しくなるので、ぜひ、いろいろコメントをしてみてください。そんな感じで、今回は、ジェンハイザーのイヤモニターのご紹介でございました。最後までご視聴ありがとうございます。詳しいことはですね、概要欄の方に公式ページ、載せておきますので、そっちもチェックしてみてください。それでは、また違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ。